ブログで二人は出会った。普通の女の人みたいにデートみたいなことできてごめんなさい。一回だけだったらこれも気がつかれずに済むんじゃないかって思ったけど、会わなければよかったけど会えてよかったです。私は変われるところから変わりたいって。レインツリーの国。